はい、では、株式会社カムスマスより、iOS Android でリリースされているアカトブルーの開発設計の講演をさせていただきたいと思います。まずですね、今回お集まりいただいた皆様、そしてこのような機会をいただいたユニティの皆様、そしてスタッフの皆様、本日は本当にありがとうございます。それでは、始めていきたいと思います。まず簡単に自己紹介したいんですけれども、ちょっと、スライド詰めすぎてですね、時間がないので、僕の説明をちょっと飛ばします。ちょっと最近ラフ系本書いてですね、技術評論者様から WebDB と、ボーンデジタル様から、書籍が出ています。ボーンデジタル様の方本日、会場でも販売しているそうなので、ご興味ありましたら見ていただければと思います。まあ、最初に、赤とブルーとは何じゃろうなって、ムービーを流したいと思います。しかしよ、俺は、これでもお前には感謝してるんだぜ。もう空は飛べねえって思ってたからな。あーはー、ぶっちぎるぜ。任務執行します。俺を楽しませてくれ。私が直々に貴様も世界も粛清してやる。オーソドックスな縦スクロール型のテクニックになっています。基本的にですね、もう何の目新しさもないというか、本当に今までのオーソドックスな形をきちんと2017年に合わせて、リニューアルしているという感じです。基本的にですね、今 iOS Android でリリースしているって言ったんですけれども、こちら、今年2018年、高田馬場ゲーセンリカード様のご協力を得てですね、XR アルカディアという新プラットフォームで、ゲームセンターに逆輸入する予定になっております。実はですね、作曲されている S30 さんが、今回リアルタイムで僕に決定するそうなので、ちょっとすごいプレッシャーなんですけども、これは YouTube 上がってるので、ここで飛ばします。まあ、先ほどご説明した通りですね、ちなみに、Unity のバージョンはですね、これモバイル版 5.4、アーケード版はですね、ちょっと 5.6 にしてます。ちょっと2017じゃないので、若干、内容が古いことになっているんですけども、先日ですね、Unity の安原さんの講演、僕も見させていただいたんですけども、昔の、技術を、今でも全然活かせるっていうお話なので、ぜひ昔のノウハウをですね、皆様に本日、ぜひ今後の活かしていただければいいなと思っております。です展示も、先ほど皆さん見かけられたかと思うんですけど、そこで入り口ですぐやってるので、後で遊んでいただいても嬉しいです。で、まあ、本当にオーソドックスな形なので、じゃあなんで今更講演してるのって話、皆さん思うと思うんですけれども、ですね、これもみんな大好き最適化。本当にですね、これ、ちょっとラスボスの攻撃なんですけども、まあ、これピークですね。だいたい2000段で、スプライトレンダラーがだいたい倍の4000ぐらいですかね。の、オブジェクトを動かしても 60fps が、動いている。ですね、まあ、今回のユナイトでもね、最適化事例っていうのはすごい、多いので、今回僕は実際にリリースされている商品の最適化事例の、一例と受け取っております。まあ、あとはですね、ウェブで、メイドウィズユニティで結構皆さん見ていただいたらしいので、それのおかげでも、今回ここに立てさせていただいているっていうのもあると思います。まあ、最初にちょっと言いたいのはですね、もうユニティなアプリは非常に重いみたいなことをよく聞くんですけど、まあもうそれももう古いでしょうと。でもとはいえですね、ユニティっていうのはすごいフレキシブルにいろんな作り方ができるので、まあ自由に作ってしまうと当然パフォーマンスが犠牲になる。いやトレードオフなので作りやすさと速さっていうのは。なので、そういう部分を、より理解して改善していけば Unity はちゃんとパフォーマンスを出してくれる。で、まあそういう設計思想っていうのもあるので、だから Unity の、デフォルトの C シャープラッパーっていうものは、パフォーマンスを第一としていない場合が多々あります。なので、時には自分で同じ内容なんですけども、例えばベクターの計算とかは自分で作った方がいい場合もあります。で、これもですね、CC プラ、要は昔の設計思想、アルゴリズム
は、今でも活かせることが多々あります。まあ、後で説明するんですけども、オブジェクトプールとか、線形リストは、リンクドリストっていうものが C シャープにはデフォルトであるんですけども、まあ、それも、ちょっとメモリアルケートの関係上自分で自作する。まあ、もうそんなも10年前の技術なので、今更なんですけども、まあ、そういうものも今でも活かせる。ユニティで活かせる。そしてパフォーマンスが出る。あとですね、パーティクルシステム。これ、ちょっと今回は僕をしていくんですけども、基本的にエクスペンシブ、まあ、パフォーマンスの負荷は、まあ、メインスレッドに対してはない。要はメインスレッドが余裕ない場合は、まあ、パーティクルシステムはひょっとしたら秒が落ち、駒落ちしてしまうのかもしれないんですけれども、まあ、メインスレッドに影響を受けないので、ゲーム的には問題がない。なので、物量を出したい、見た目を派手にしたい場合は、パーティクルシステムを多用するっていうのは一つの手段です。あとですね、UGUI。これはですね、まあ、基本もう重いです。もうどうしようもないです。僕はまあ正直、作りやすいんですけどね。すごい作りやすくて、メニュー画面とかではもう僕は UGUI 頼ってるんですけども、コア部分、今回はシューティング部分ですね。っていうのは非常にもう、ちょっと耐えきれないので、ごめんって感じで、全部配達してます。スプライトレンダラーだらけです。文字1個1個スプライトレンダラー、四角1個も全部スプライトレンダラーです。もうひどいことになってます。でも、まあ、バッチングコストを据え置いてもパフォーマンスはそれで出ているというのが、今回証明しています。であとですね、もうこれ最初の準備、もうこれもう皆さんぜひ使いこなしてください。最適化しようと思ったらこれ3つです。もう本当ずっと使い続けます。開発の最初から最後までもうずっと確認すると思います。よくですね、ベンダーのチップでの、特に GPU はですね、プロファイラーまあ、GPU のチップの方から出してもらっている本物ですよね。では、実際本当に使えるんですけども、これ結構大変ですよね。僕もそんな使わない。なので、これは本当に最終チェックで、チューンするもの。なので、そんな頻繁には使わないですね、僕は。だからもう Unity 内でもう全部チューニングした後に最終チェックで確認って感じです。でまあちょっと今回最適化っていう言葉をもう一度考えたいなと思っていて、最適化っていう言葉は、高速化ではないんですね。いや高速化でもあるんですけども、最適化は最適、言葉、まあ、ただニュアンスの問題なんですけども、ちょっともう一度考えたい。いや何に対して最適なのか、いっぱいあります。もうハードウェア、プラットフォーム、ゲームデザインプロジェクト、要はもうハードウェア的な問題がありますよね。最近ですとアルファテストは重いから使わない、頂点カラーはもうテクスチャーの方が早い、テクスチャーフォーマットはもちろん圧縮フォーマットいろいろありますよね。でプラットフォーム、例えばもうワイルならバッテリー消費、アプリサイズ、もうダウンロード、通信帯域、それから使用メモリ、もういっぱい考えることがあって、もう正直どれか自信になるんですけども、まあそれのトレードオフで、ゲームデザイン、今回シューティングなので、まあ処理落ちは結構場面場面では抑えないと辛い。あとはまあ 3D 酔いとかもですね、結構僕も弱い方なので、でなるべく抑える、まあ、あるいはオプションで用意するっていう、まあそれも最適ですよね。要は何に対して最適を選ぶのかっていうのが、考えなきゃいけないと僕は思っています。だから一概に高速化だけではないっていう話をちょっと今回したいですね。ちょっとカッコつけて英語つけてるんですけど、これ意味間違ったら大変です。まあ要は最速は最適化に含まれるけれども、最適化は高速化ではないということをですね、今日ちょっとドヤ顔で皆さんにお伝えしたいところの一つです。まあ、とはいえね、皆さん今日、僕の配信というか講演ですね、見ていただいているのは、皆さんも高速したい、早くしたいっていうのはもうすごいよく分かっているので、それはちゃんと語っていきたいと思います。で、そんな最適化のタイミング、よく基本的に最終段階、ある程度できてから、最終的にチェックするっていうのがすごい、よく言われるんですけれども、僕はですね、ちょっと最初と最後を重点的に、まあ平均的にやるんですけれども、やった方がいいんですけれども、特に推したいのは最初。プロダクトにおいてですね、まあ要は今回シューティング、まあ要は弾が出る。それから処理落ちしない、なんか急にかくつかない、まあ、そんな問題はもう最初にシューティング作って決めて、ね、段階でも分かってるんです。最後にチェックするとかってのはすげえ遅いんです。もう開発大体2年か2年半ぐらいかかってるんですけども、最後に処理落ちしてるから早くしようなんて絶対無理なんです。もうそれはもう不具合の問題ももちろんありますし、人数が増えれば当然待たせる人も増えちゃう。もうこれはもう
独立してか、本当コスト感覚っていうのはもう、実際生活に関わるんで、要は1日僕が伸ばしたら1日お金が入るのが遅れる。そうすると僕が1日、だいたい、フリーランスの時はだいたい1人月66から。で、楽しますの時はもう一回楽します分の乗っかるの人月上がるんですけども、まあ、だいたい60で、1ヶ月だいたい22日。で、割ると、だいたい1日3万円僕は稼働費がかかる。1日僕が伸びると3万円僕は損をするんですね。それはもう1日3万円払ってもうお客様が買えちゃうって話なので、それはもう最初にやろうよ。もう最初からやって、最後はもうきちっと終わらせようよっていうのを、僕は強く推しています。でですね、今回赤とブルーではですね、今回4項目を大きく解説させていただこうと思っております。要はですね、CPU 負荷、まあ、当然オブジェクト数が多いので、CPU は一番問題になります。でですね、ちょっと物理演算を今回はちょっと使いたくないということですね、これまた後ほど解説するんですけども、当たり判定は全部自分でやっております。まあ、2D なんですが、ね、難しくないですけど。でですね、当然 GPU、こちらもですね、まあ、大変なことになります。でまあ、さっき冒頭でおっしゃったんですけども、パーティクルシステムを今回はちょっと最適化、高速化して、する術をちょっとご紹介しようと思います。で、あと PMAP、これちょっとまた後ほど解説するんですけども、まあ、僕の技術じゃないんですけども、ちょっとご紹介です。で、最後、スパイク。もうスパイクで突然 CPU がカクッと止まる。もう辛いですよね。大体この3つのものが原因です。これ3大最悪です。GC も辛いですね。シェーダーコンパイルもこれも結構されるんですね。テクスチャープロードどうしようもないんですね。まあ、というのも、これで順次解説していただきたい。解説していきます。はい。じゃあ1個目。要は CPU 編、スクリプティング。要はですね、C シャープのスクリプトの書き方で速くしていきます。モノビヘイビア、C シャープ、イビティの C シャープでね、作ろうとすると、だいたいモノビヘイビアの継承しろみたいな感じになるんですけども、決してこれはゼロコストではない、まあ、当然なんですけども、継承しているトランスフォーム参照がある、ゲームオブジェクト参照があって、スタートアップデートなんて関数が残った日には、ユニティが勝手にフォールバックを飛ばしてくれる、消しましょう。全部いらないなら消しましょう。このビヘイビアは、必要ないならもう必要ない、必要な場合にのみ継承する。もうこれはもう徹底した方がいいと思います。でですね、まあ、クラスよりストラクト。まあ、もうこれももう何年も言われていることなので、ストラクトの方が基本早いんですけれども、特にこう増えた場合、1000個、2000個って増えた場合に、その毎回こう1個1個、コピー、ローカルにコピーしてしまうと、当然オーバーヘッドが非常に金かかってくる。ただのベクター3でやっても非常にかかってくる。っていうところです。は気をつけないと、まあ、クラスの方がいいじゃないみたいな話も増えます。でですね、あとコレクション型。まあ、リストとかリンクドリストですね。これ参照速度は固定配列より、遅いです。僕は固定配列大好きなんで、もう固定配列が最強。何でも固定配列にしちゃうんですけども、まあ、おすすめはしないです。いろいろ使いづらい場合もあります。あとこれ、ユニティのマニュアルにも書いてあるんですけども、多次元配列、あんまでの多次元配列は、ジャグ配列、まあ、いわゆるシープラ的な過去過去より、全然遅いです。もうどうしようもなく遅いです。やめましょう。ですね、これ、多次元配列だと 4-1 で全操作できるんですよね。非常に楽なんで、場合によっては、パフォーマンスに余裕があって、まあ、なんか気軽に使いたいって場合は、4-1 で多次元配列使った方が楽なんですけども、初期化も楽ですしね。ジャグ配列は一旦なんか2回初期化しないといけないのクソめんどくさい。なんですけども、速度的にはもうジャグ配列最強なんで、もう、こっちにしましょうか。こっちにします。というか僕はこっちしか使ってないです。でですね、最後、構造体のリストの 4-1。4-1 はですね、5.6 ぐらいですかね。5.4 からメモリーリープが直って、5.5 か 5.6 ぐらいから、実はコンパイラーで4分に置き換えられるっていう話が確か去年のユナイトで講演されたと思うんですけれども、だから速度的には実際 4-1 と4はもうほぼ多くのパターンにおいて、ほぼ同義、もう誤差レベルの違いなんですけれども、構造体の配列を 4-1 した場合、
これ当然フォーイチっていうのは一個一個コピー取るんで、先ほどのオーバーヘッドとかで、これが1000個とかになった場合はもう全然もうフォーイチっていうのはフォーより劣ります。使う理由がないんですね、今回は特に。なので、まあ、当然 4H の方が使いやすい、シンプルである、スマートであるっていう考え方もあるので、ここはクラスを使う場合とかは、まあ、使ってもらってもいいんですが、今回僕は 4H は、まあ、モバイル版 5.4 なんでね、メモリアロケートするんですごいもう使い物にならないんですけども、まあ、それ以降もちょっと僕は 4H は避けています。で、ここからですね、ちょっとまあ、いくつか説明するんですけども、ちょっと、時間的な問題と、そんなになんかもう知ってるよみたいな話が多いので、ちょっと簡単に飛ばします。オブジェクトプーリング、まあ多数のオブジェクトを扱うとなった場合にオブジェクトプーリングはまあ皆さんします。Unity 公式もマニュアルでお勧めしています。で、じゃあ実際どういう作りをしたらいいのか。最初に言いましたけども、リンクドリストっていうのはまあメモリアロケートの問題とっていうか、もうそれが問題ですよね。リンクドリストはちょっと今回メモリアロケートの問題で使えない。なので自分で自作します。で、じゃあ逆に今度は一個一個こう、玉を参照する場合に、ユニーク ID をつけたりだなんだっていうものが存在し必要になってきて、ちょっと重くなってると正直もうオブジェクトプーリング解説できないんですね。それだけで終わっちゃうんで、これ昔、去年の10月ぐらいですね、技術同人誌で僕書いて、で、プロジェクト GitHub に上げているので、もし僕の作ったオブジェクトプーリング見たい方はこれ落としていただければ、大丈夫です。中身見れます、全部実装。ユニーク ID 制から、固定バッファーで最初にバッファーを取って、で、そこからタスクシステム、双方向選定リストにアタッチしてデータに戻す。っていう仕組み、要はこれでメモリアロケートゼロで、非常に検索、創作、一括処理が、高速なオブジェクトプーリングを実装しています。まあ、非常に癖が強いので、ちょっと独善的な作りをしているので、まあ、あんまり使えないと思うんですけども、ご興味ある方は見てください。一応、ミッドライセンスになってますので、お使いいただいても構いません。で、ここから、ちょっと、いつもの話、いつもというか皆さん知ってる話ですね。これ、まあ、オブジェクトプーリングで管理している、ものなんですけども、まあ、オンアウェイク、これはオンイネーブルのやつですね。オンスリープ、これはオンディゼーブルの意味です。で、オンランっていうのが、まあ、いわゆるモノビヘビアに当たるアップデート。まあ、要は自分で作っている、ユニティのコールバックを使わないという形になっているんですけども、要はモノビヘビアのコールバックを使わないこと、ただそれだけでもいくつか。高速化できるっていうのは、まあ、Unity の、公式のブログの方でご説明されているので、まあ、探してみるといいと思います。で、これをもっと分解していきます。で、まず、お約束、ゲームオブジェクト、トランスフォームを、キャッシュしましょう。キャッシュする方が早いです。もう、オンクリエイト、これ、いわゆるアウェイクですね。アウェイクじゃない、スタートですね。スタートで、とりあえずもう、一旦キャッシュ。これ、最後にアンダースコアつけるの、僕の手癖なんで、あんまり気にしないでほしいんですけど、基本的にキャッシュしてキャッシュを参照する。キャッシュした方が早いです。基本的にラフに作る場合はですね、キャッシュする必要はもうないぐらい2017ではもう早くなっているんですけども、それよりもっと早くしたい場合はもう未だにキャッシュした方が早いです。で、次にですね、定数もキャッシュします。これ2年前の安田さんの講演でもバットノーハウとか言ってたんですけども、ベクターのプロパティ、これ内部でインスタンス、ストラクトのインスタンスが発生するので、要はスタティック変数じゃないんですね。なので一旦値のコピーが発生してオーバーヘッドが発生するので、自前でスタティックリードオンリーでこれ一旦キャッシュします。でキャッシュをして足すで、トランスフォームのプロパティ参照も当然オーバーヘッドがありますので、プラスイコールっていうオペレーターはローカルポジションを呼んでローカル足してローカルポジションに戻すっていう、なので2回、まあこの場合はちょっとあまり効果ないんですけども、要は内部で例えば座標を変更変更変更みたいなことを何回もやっていくと、毎回ローカルポジションに戻すにはあまりにコストが高い。またですね、これローカルポジションをポジションにしてしまうと当然親ノードからの座標計算を参照するので非常に重い。だからなんでローカルポジションにローカル変数を戻すっていう形が一番高速です。で、さらにばらします。ベクター計算、ベクターのオペレーターももう取っ払います。これもまあ、もうすでに言われていることなんですけども、
今回はですね、シューティング、Y、要は Y 座標、高さいらないので、これ Y 切ってます。だから X と Z の速度移動だけ書き換えて、で、ローカルポジションに戻す。これをベクターでイコールニューとかにしちゃうと、ベクターのコピーのオーバーヘッドがかかるので、やんないです。変数直打ち、中のメンバー XZ に、直接更新します。これまあすごい中もダサいですよね。かけるムーブ、かけるムーブ。まあでもこれが、早いです。ですね、もうちょっとこれ僕の愚痴になるんですけども、ベクター3のノーマライズズっていう関数オペレーターがあるんですけども、これがもう重い。非常に重いんですね。もう半数の中でこう2回またぐマグニチュード4で、まあ、スカラ値ですよね。で、さらに、正規化した後にオーバーヘッド、値渡しのオーバーヘッドがかかる。もう、ちょっと、これは非常に結構1000回とか言うと、プロファイラーでもグググッと上がっちゃうんで、これをバラします。そうですね。で、ノーマライズは、実はこのアングル関数、まあ、要は、ベクトルの間の角度、計算、まあ、シューティングだとよくやりますよね。じゃあ、ここ、磁気方向に向くのにこう 何度あるみたいな。で、これ対応するんですけども、まあ、内科でこう、まあ、ご親切に正規化してくださる。まあ、うん、わかる、わかるんだけど、ちょっともう、大きなお世話。なので、しかも、スタティック関数のノーマライズを呼んでいただく分にはもうちょい早いんですけれども、まあ、なぜかドットノーマライズっていうプロパティに一番重いやつを使われている。まあ、ちょっとつらい、つらい、つらい。なので、自作します。作っちゃいます。はい、もう完全にバットノーマです。皆さんはあんまりやんない方がいいです。レフで渡します。ストラクト。なので値、私が4倍。になります。そこからですね、スカラーの計算、バラします。関数呼びません。インラインで書きます。何度も何度も書きます。でですね、返すので、1回になります。まあ、ただこれ要は値渡しで返すとオーバーヘッドかかる。でなおかつスカラー値を取るときにもう1回これスクルート呼ばないといけないっていう、2回、要は正規化とスカラ値の取得で2回スクルート呼ばないといけないっていう問題が発生してたので、ちょっと1個で両方やっちゃおうっていう感じです。だから、レフで参照渡しで渡して、で、参照渡しで渡されたベクターは正規化されて、そのまま。で、なおかつスカラ値を戻り値で返してあげることで、正規化とスカラ値を1個の関数で、要はオーバーヘッドも極限まで減らしてまおうっていう、発想です。で、まあ、逆にその自分の元のになるベクターをいじってほしくない場合はアウトで別のベクターに返します。あとはさっき Y 座標を使わないって言ったんで、もう Y 座標切ったバージョンも用意します。もう本当にこれめんどくさいし悪い書き方なので、こういうバカなことをするやつもいるんだと思っていただければいいと思います。で、アングル関数、これもご丁寧に正規化していただいてたんですけども、しません。もう事前にしてあるっていう前提の、アングル、ベクターのアングル関数です。なので、正規化してないやつは、起こります。アサルトで起こります。正規化しろ。非常に口うるさいシュート目みたいな関数になってるんですけども、でですね、クランプ関数もこれ下バラしてます。非常に泥臭い。泥臭いし汚いし、感じですね。これベクター3、K イプシロン、あんま聞き慣れない、あんま使われないですよね。僕もこれ使うまで知らなかったんですけども、出るの 0.00001、 有効値足す6桁の1の最小値なんですけども、要はフロートだいたい有効値足す7ですよね。で、7桁っていうのは0から9まで確か存在しないので、0から9まで存在する、有効桁数6桁で、それを有効桁数としてベクター3は定義しているって考えると、まあ、確かに分かるので、そのベクター3が保証している有効桁数6桁より、誤差が大きかった場合は起こるっていうことで書き方になってます。ですね、ここまでの内容はもう皆さん、講演していただいてます。僕もすごい参考にさせていただきました。
特にですね、この一番上のユナイトロサンゼルス2016年、インサイドのやつですね。これ非常にあのスクリプティングの高速側について、分かりやすいので、これおすすめです。探せば確かスライドも映っているので、ぜひこれおすすめスライド一覧なので見てください。で僕は2年前までサラさんのポイントが大好きなので、であとユニティ道場でこれ確かユニティの山村さんでしたが、日本語で、分かりやすく書いてます。でこれは一番アップデートはそのアップデート関数、要はモノビヘビアのフォールバックを使った時と、自分で読んだ時のパフォーマンス比較ですね。ちょっと古いんですけども、まあ、これは未だに参考になります。で、あとこれマニュアル、ジャグ配列の話とかは、下から2番目、アンダースタンディングオプティマイゼーション。これユニティのリファレンスなんですけども、ここに書いてあります。で、最後ですね、これ、ユニティエンジン .dll のデコンパイル公式から出していただいたので、助かってます。ちょっと今まで僕、ちょっとゴリゴリしてたので、非常に助かってます。2017以降の、デコンパイルは、もう公式のものを見ればコメント付きで、さらにプロジェクト付きで見れますので、ベクター3重いな、なんでだろうって思ったときにこれを開くと、あ、ベクター3ちょっとおせっかいだなって思っちゃうので、ぜひこれ迷ったら見ることをお勧めします。で、次、スクリプティングはもうさっきのスライド一覧、後でスライド公開しますので、見ていただければと思います。特に僕固有の話っていうのは全然ないので、今まで皆さんが応援してくださった内容を僕は生かしています。で、今回はですね、ちょっと僕のおすすめ、スタティックデータ。要はですね、変数、要は計算した変数はシリアライズで保存しておけば当然早いよね。まあ皆さんやってると思うんですけども、まあ僕シリアライズ大好きというか、シリアライズ信者なので、困ったらシリアライズしてます。で今回題材としてですね、カメラパス、まあ、敵のもしくは敵の移動パスなんですけども、要はベリー直線でパスを、まあ、これ GUI でやってるんですけども、まあ実装している。で、まあ、イベントポイントとかいっぱいあるんですけども、これを、シリアライズで、シーンウィンドウで、パスを、カメラパスを引いた後にシリアライズで保存している。で、要はベリー直線なんで制御点、アンカーですね。アンカーの座標とか、パワー、長さは、全部保存しています。でですね、ただ回転値については、まあ、当然オイラー角で保存していると、まあ、ババババってちょっとバグっちゃうので、クォータニオンで保存してるんですけども、これちょっと画面ちっちゃいんであれなんですけど、見ていただくとオイラー角で設定、まあ、ユニティのトランスフォームに合わせてですね、でも内部的にはクォータニオンで保存しています。これはベジェのアンカーのパラメータのバスですね。まあ、シリアライズ、シリアライザボをつけて、アンカーの、パーセントはちょっとまあ、あんまり小さいんですけど、まあ、上から3つ、座標、長さ、回転値。で、最後に、シリアライズフィールドで保存しています。で、ベジュ曲線っていうのは当然、等速ではない。要は、カーブがきついところほど遅くて、こう、緩いほど確か速いんですよね。ピュン。感じになるので、要は等速ではないってことは正しい速度制御ができない、まあ、当然なんですけども、まあ、これを微分って言って正しいのか分からないですけど、デルタ t、細かい時間で分割して、近似して等速にします。でですね、まあ、01で、まあ、ベジェの最初と最後を制御したいっていうのはまあ当然の考えなので、そうですね、リンサンプリング。まあカメラパスっていうのは結構ガタついちゃうので結構細かいんですけども、曲線を、例えば100等分とかして、それの線形の距離で、近似して最大値を求めて、で、あとは簡単な小学生の速度をかける時間イコール距離で、計算します。まあ、当然サンプリング数が低いとベジ曲線に沿わずにガタっていくんで、細かくした方がいいんですけれども、当然それをランタイムで行おうとなると非常にサンプリング数が細かいので、それこそ1000、1万という計算量が必要になってしまうっていうので、それを計算するんですけども、それを1万個サンプリング点全部シリアライズしてしまおうとしました。
で、これで1番がそのレッド0から1で正常する。で、正常点のサンプリング点で、まあ、サンプリング点ごとにその進行度0から1を、キャッシュして、で、速度かける時間イコール距離で、実際の進行度パーセントを全体長から割り出して、で、あとは最初先端からずっと操作です。で、操作するんで、一番ことかあったら0からこう9000まで操作しないと9000一番の場所は分からないみたいなことになるんですけども、それの操作の頭も前回の計算位置をキャッシュすることで、対応しています。まあ、要はこのベジの計算、ベジ曲線のこれ、計算なんですけども、これをですね、1万個とかランタイムでやるのはちょっともうしんどいので、事前にやって、ただのインデックス計算と線形保管、ラープで済ませてしまうっていうのが今回の考え方です。それをシリアライズで使うことで高速化する。敵の移動も一緒です。カメラパスは当然いろんなイベントとかあるんですけども、敵の移動はシンプルで移動だけです。でこっちはそんなにサンプリング精度はいらないので、まあ、そんな重くないんですね。で、まあ、こっち用にちょっと、まあ、なんかいろいろ機能を追加しています。ちょっとこの辺いつか公開できればしたいなと思います。で、まあ、その今回はシリアライズの話、まあ、シリアライズはいいぞって話なんですけども、まあ、利点として、まあ、そのランタイム中の計算を一旦、いや、プリレンダーみたいな形ですね、プリ計算、プリカルクして、保存しておくので、当然計算量が減るので、高速化できる。で、さらにユニティエディター内でですね、できます。要は外部に JSON で出力とかしなくていいので、非常に扱いやすい。まあ、ただ今回、これは僕の課題なんですけども、要は undo 処理、まあ、1万個あると undo 処理なんて、まあ、ユニティフリーズするんですね。しました。だから公開できないんですけど、まあ、それを急遽ですね、制御点のシリアライズだけ。で、サンプリングの、事前計算っていうのは、しないようにしているんですけど、まあ、ちょっと安定してないので、ちょっと人に見せれる状態じゃないんですね。それはちょっと今後修正するか、もしくはスクリプタブルオブジェクトですね。ちょっとさっき JSON だと手間があるって言ったんですけども、要はその中身をいじらない。もう、要はサンプリングデータ1万個なんて中身確認したって分からないんで、もういらないんですね。で、そういうもう完全なバイナリーデータはスクリプタブルオブジェクトで保存しておくと、まあ、いいんじゃないかなみたいに考えています。で、あと、マグ進行とか、まあ、これちょっと、いや、パスの進行度、進行方向とかキャッシュしてるんですけども、まあ、上向いたときに上方向ってこっちかこっちなのかちょっと分かんないから、こうなるんですね。バババババってなっちゃった。そうだよね。なるんで、それはちょっと今、製品版ではですね、不具合フラグ、まあ、要は、なんか無理やりやってるんですけども、ちょっとまあ、うまくないので、ちゃんと、こう、左利きなんてことですね、こういう上ベクトルの方向も保存しないといけないなと思っています。でですね、これ、インスペクターウィンドウ、これ、これですね。これパスの制御点とか全部インスペクターウィンドウ、インスペクター拡張でやってるんで、こう、制御点が50とかになると、ガーッとスクロールがすごい大変になるので、これ失敗したなと思いました。ウィンドウにします。これはちょっと下手くそですね。エディターウィンドウで、ちゃんとウィンドウ専用に作ってあげてください、皆さんは。めんどくさからずに、僕はめんどくさいので、インスペクター拡張にしました。でですね、タイムライン、出ますね。これでいいんじゃない？ちょっともう自前でパス引いたんですけど、まあ、もういいんじゃないかな、みたいな。思ってます。だから、公開します。こんな人もいたんだ、みたいな。で、シリアライズ、もう一個のシリアライズ、スクリプタブルオブジェクト。ちょっと前からちらほら名前を聞くんですけども、じゃあ実際にどうやって使うのさ、僕も思いました。実際に使ってみました。便利。今回ですね、通信のハイバーウィンドウ。で、イベントを仕込んでます。これインスペクター拡張でやってるんですけども、顔画像、まあ、あとちょっとノイズフラグとか、ウェイトとか、あとボイスの ID を設定して、これリアルタイムでイベント進行させながらパラメータいじるとイベントがそのままダイレクトに反映されます。なので、すごいイベント調整楽でした。すごい助かりました。あとですね、データインポートエクスポート。まあ、これも外部ファイルじゃないので、ユニティでだけで動きます。特に何も必要ありません。非常に楽です。で、シリアライズの、問題も、ちょっと思うんですけれども、まあ、全然気にならないので、ガンガン使っちゃっていいと思います。
まあ、この課題も僕の課題なんですけども、ボイス ID、今回ボイスすごく多くて50個ぐらい、まあ、FM も50個ぐらいあるんですけども、まあ、ポップアップだとまあ皆さん分かると思うんですけど、こう画面に収まらないんですね。だからスクロールするんですけど、まあ、すごいめんどくさい。ちゃんと作りましょう。丁寧に来ました、すみません。で、2つ、シリアライズ、フィールド、オブジェクト、どっちがいいですか。細かいの、フィールドで、そろそろやっちゃいましょう。で、でかいデータ、非常にでかいデータはスクリプトのオブジェクトで、別バイナリーに分けた方がいいです。シリアライズオブジェクトは、リソーシーズでロードするか、あるいはスクリプタブルオブジェクトをシリアライズフィールドにぶち込むっていう二択があります。リソーシーズのファイル数を増やしたくないって場合は、シリアライズフィールドに、そのままドラッグドロップでぶち込んで、参照を持った方が楽です。僕は両方やってます。で、これ最後おまけですね。先ほどベクターの定数をキャッシュするって言ったんですけども、トータニオンも分かっている関数は、関数っていうか分かっている計算はキャッシュしてしまいます。これウェイダンの、要は 3way、4way、5way の計算なんですけども、要はその 4way の計算、もうあの 4way は角度が分かっている。まあ、そこなんか乱数で入れると突然気持ち悪い感じに、クソゲーになっちゃうので、基本的に係数。だからこれ、この場合は 3way を60度間隔、まあ、180ですね。で、出す。それはもうクォータニオン計算のキャッシュします、スタティックで。これ非常に泥臭いんですけども、キャッシュすることで当然ランタイムの計算がないので、キロ時にスタティック変数勝手に作ってくれるので、1回で済みます。で、最初のクォータニオン、それから1回、ワンウェイごとのウェイロットを、全てスタティックで置いておくことで、これであのウェイダンが非常に高速化できます。これおまけなので、参考程度に聞いてください。で、物理演算、皆さんそんな使わないシーンも多々あると思います。今回ですね、使いたくない理由としてはその従来の要はアーケードスタイルの感覚にならないんですね。今回そのアーケードスタイルのシューティングっていうのはその命題だったので、いろいろ過去のシューティングとかを勉強させていただいたんですけれども、非常にこう手触りが物理演算だとすごい今っぽいんですね。ここにも書いてあるんですけども、要はその今までザラメの砂糖みたいにこうザラザラしたちょっと荒っぽい感じをがすごい今まであったんですね。まあ、固定小数点時代のあの感じですよ、ね、が、今ではもう非常に精度が高くてもうサラサラの白糖でも僕が食べたいのはザラメだったんだっていう感じ、そのニュアンスの違いを、再現するために今回コライダーはちょっと避けました。なのでですね、古臭いあのメインスレッドで全部当たり判定をしています。スレッド分けると当然動機が合わないので避けてます。そうですね、あと物理演算の移動補完とかもありますよね。スリム系対策。これは本当にあのシューティングっていうジャンルではもう絶対ありえないので、要は見えない。スリム系の部分があの描画フレームに発生しないので、見えないものが発生するっていうのはシューティングにおいてもエネルギー、絶対的にエネルギーだったんですね。それは別にあの僕の持論なので、あのシューティングがこうっていうの話ではないです。僕が感じたものです、本当に。で、最後にですね、これ、メイドウィズユニティで、僕が記事変えさせていただいて、結構見られてた。本当にありがとうございます。でもごめんなさい。コライダーは、スタートでメモリアルゲートをしません。ちゃんと改めて、このスライド作るとき改めて計測したんですけど、ちょっと 5.2、5.3、5.4、5.6、計測しました。再現しません。なのでですね、コライダー使って大丈夫だと思います。もしですね、物理演算なんてシューティングには過剰だよ、処理速度上げるからいらないよって思われる方はそんなにお勧めしないです。ユニティを信じて大丈夫だと思います。今回僕はそのアーケードスタイル、従来の Q ラインのスタイル、手触り、プレイフィールっていうものを、もう完全にこれはもう僕のこだわりになっちゃうんですけども、それを再現するための自作ポリジョンです。でですね、ポリジョン、これ、後で見てください。これ、ユニティ関係ないんで、スライド公開後に見てください。飛ばします。で、パーティクルシステム、マテリアルが一緒だとパーティクルシステムも合成できます。なので、パーティクルシステム結構便利です。ちょっとごめんなさい、時間押しちゃったんで、スキップしますね。で、テクスチャーシート、要は、
マテリアルを一緒にするってことはテクスチャーも一緒にする。まあ、テクスチャーシートでコマアニメ作るんですけども、まあ、コマのサイズが違ってもテクスチャーを無理やり一緒にしてしまえばバッチングができる。なので、パーティクルシステムが10個あっても、ワンコール、ワンパスで、表示できます。なので、パーティクルシステムを使うことによる描画コストっていうのはそんなにないです。で、あと、これちょっと僕の変な使い方なんですけども、要は単発でバースト、要は時間整理ではない、最初の0秒でバーって出すだけのパーティクルシステムは、トランスフォームを動かして、いろんな場所に発生させています。そうすることで、1個のパーティクルシステムで複数個のエフェクトが表現できます。1個のパーティクルシステムなので、メモリも抑えられて、なおかつ処理負荷もバッチングコストも下がる。なので、使える場所は、今回ヒットエフェクトと、ヒットした時の破片ですね。これはワールド座標で1個のパーティクルシステムを移動させてやってます。だから1フレームに3箇所でエビットみたいな使い方もしています。ただこれによって処理速度が改善するかっていうのはちょっとごめんなさい。僕計測してないんで何とも言えないです。理論上でこっちの方が早いと思ってます。で、これちょっとおすすめしたい。これ2015年ですね。夏目あたり株式会社様、宮部様が、講演されてるんですけども、要は加算と半透明をワンパスでバッチングさせてしまう。まあ、もう皆さんご存知かもしれないですけど、これは結構今回赤と黒において非常に、表現においてですね、重要な位置を示しています。要は加算半透明がバッチングできることで、加算半透明っていう表現が、パフォーマンスを無視して表現できる。ですね、本来は要は加算レイヤー、半透明レイヤーっていう表現でしかできなかったんですけども、それが順序を気にしないことで、描画負荷を気にしないことで、非常に、今までできなかった表現ができるですね。これパーティクルシステム爆発、これパーティクルシステム4つ使ってます。煙、炎、発光、ブルーム、火花、エスパークですね。で、基本的にマテリアルを一緒にすれば、2パス、半透明と加算で2パスで描画できるんですけれども、今回爆発6個ですね。これ、単純に12パス、半透明加算、半透明加算、半透明加算で12パスかかっているところを、その PMAP という、技術を使うことで、これ1パスにできます。要は加算と半透明が交互になっているのが分かります。でもこれ1パスで、これ左が爆発なしで、右が爆発あり。要は1個パスを更新しているんですけれども、1個で全部6個の爆発が。描画できていることが分かります。で、これアイテムもそうですね。これアイテム発光、発光アイテム、入って発光が、まあ、なんかすごいいっぱい出てるんですけども、これ実際にやろうとすると数百パスかかります。全然現実的ではないんですけども、これワンパスでできます。で、これはちょっと赤とブルーで、皆さんに見てほしい部分でもあります。あと事前構成、事前合成っていうのもあるので、これはですね、あんま使い道がないので、おまけで見ていてください。で、この PMAP ですね、その公開されている、宮部様が公開されているもので、GitHub のツールを使えば、テクスチャが生成できます。で、テクスチャを生成して、シェーダーは自分で用意するんですけども、プリセットのものでも自分のでもできます。で、今回僕は自分の作ってるんですけども、そんなにトランスペアレント、半透明シェーダー。から変更はないです。ブレンドいじって、ちょっとフラグメントシェーダーをいじるだけ。非常に導入コストは低いです。なので、それだけで加算と半透明のコストはゼロになる。ゼロにはなるんですけど、ワンパスになるというものですね。これはぜひ皆さんにご検討いただきたいと思います。ただ当然デメリットもあります。テクスチャーを一旦インポートして、そこから PMAP テクスチャーにコンバートする。なので、2つ必要になります。なので、ファイルがめっちゃ増えます。特にですね、僕はスプライトアトラスを対応しているので、非常にファイル数が多いし、PMAP 変換も非常に多い。なので、バッチ処理のコードも書かないといけないんですけども、まあ、なるべくその辺の開発フローはちょっと考えないといけないんですけども、まあ、非常に、ローコスト、ハイリターンなので、ぜひお勧めしたいところです。で、最後、スパイク。三大最悪、ガベコレ、シェーダーコンバイル、テクスチャープロード、これをどうにかしたい。特にモバイルはこれが絶対的に顕著である。で、ですね、まあ、その他にも理由はあるんですけども、まあ、今回解説するのはこの3つですね。で、いや、ワンミスが結構多い。シューティングはもう、今回は残機3ミスしかないので、ワンミスが非常に大きい。3回ミスってしまうと負けてしまう。なので、例えばちょっと
スパイクで、ユーザーがミスをしてしまうと、それはもう完全的にクソゲーになります。完全的にありえないんですね。なので今回スパイクを抑えるっていうのはすごい命題だったんですね。その処理負荷ももちろんそうなんですけど、要はガーベージコレクションを抑えるっていうのがすごい今回最も大きな命題でした。なので、メモリアルケートを抑えます。これもプロファイラーです、プロファイラー。で、ですね、2番目がシェーダーコンパイル。シェーダーコンパイルはシェーダーバリアントコレクションっていうものをまず解説するんですけども、それで事前にコンパイルできます。なので、大丈夫です。対策はあります。Unityはちゃんと方法を用意してくれてます。でですね、テクスチャーはちょっと難しいんですけど、使用しないとスパイクが発生しちゃうので、ちょっと使います。まず自身、プロファイラー、プロファイラー、プロファイラーです。プロファイラーを使いこなしましょう。そして、スタンドアローンでビルドしておいて、プロファイラーを使いましょう。エディターのプロファイラーはその去年のユナイトでも購入されてたんですけども、信用しちゃダメです。基本的にビルドしてプロファイラー。ちょっとしたものはエディターでも見ていいんですけども、本当に確認程度です。でですね、GC っていうのはまあ1個メモリアルケートを許した段階にも全部オジャーになるので、ずっとメモリアルケートを監視しないといけないですね。今回よくあるメモリアルケートをご紹介したかったんですけども、ごめんなさい、ちょっと僕、講演下手で時間なくて、後で見ていただきたい。バックログ、これ、アトリビュート、僕、英語読めないんですけど、ディアグノスティックなんちゃらつけないと、バックログは、消えません。引数に、ストリングを入れちゃうと、ストリング結合とか出るので、プレイヤーセッティングで抑えても、あれはログの出力が抑えられるだけなので、関数が消えることではないです。なので、必ずアトリビュートで潰してください。あと、ストリング空文字、ちょんちょんやめてください。エンプティっていうものをですね、マイクロソフトさんが用意してくれてます。スタティックで、コンソールで。こっちにしてください。もうちょんちょん見るだけでメモリアロケートするんで、もう僕は死にかけます。あとですね、タグレイヤー、これ事前に取得できます。だからストリングで取得する必要はないので、これ全部やった方がいいと思います。僕は全プロジェクトで、基本的にストリングでの ID 検索っていうのは NG です。あらゆる面において、メリットがないです。タイプもあります。ここに実際に取得できる関数書いたので、あとぜひ見ていただきたいです。でソーティングレイヤーも、取れるんですけど、ちょっとめんどくさいです。これ僕無理やり取ってます。ぜひ取ってください。マテリアルプロパティも、ストリングで参照するんですけども、これも ID 取れますので、気をつけてください。グラフィックライブラリが、初期化するまでは取れません。ちょっと注意してください。僕やらかしました。エラー出てくるんで大丈夫です。あとデリゲートですね。これメモリアロケートするデリゲート、関数コールバックみたいな、関数ポイントですね。これ全部6項目ちょっと出しました。これ2番目、スタティック関数を渡した場合はですね、実はメモリアロケート解除できるんですけども、どうも 5.6 か 5.5 以降、5.4 以前はですね、この関数、スタティック関数でもデリゲートメモリアロケートが発生してました。で、ラムダ式はですね、要はメモリアロケートする場合があるので、気をつけてください。必ずしもラムダ式が完璧なものではないです。これちょっと余談なので、インターナル関数をリフレクションで取ろうみたいな暗黒魔法です。これちょっと僕、ドヤ顔でご紹介したかったんですけど、ごめんなさい、時間切れです。2017以降ではこんなことしなくても大丈夫です。2017、Unityを信じてください。最後じゃない、シェーダーコンパイル、シェーダーバリアントコレクションで、要は事前にコンパイルしてほしいリストを作れます。マニュアルにあるので、ごめんなさい、シェーダーバリアントコレクションを見ていただきたいんですけども、要はこれを、プレイヤーセッティングだったか、ビルドセッティングかな、に、登録することになります。テクスチャーアップロードはですね、カメラ内に出さないと GPU にアップロードされないっていう問題があります。他の方法があったらぜひ教えてください。僕も本当わかんなくて、頭の起動画面で出してます。よく見ると見れるんですけども、実際はですね、この白いバックにあるので、ユーザーは見えないんですけども、起動画面で僕全部テクスチャー描画してます。ちっちゃいスプライト出して。で、常駐してます。涙ぐましい努力です。ですね、ステージも全部一旦カメラに映して出してます。はい。で、力技ですね。あとメッシュもちょっと雰囲気でやってるんで、これ後で見てください。
ごめんなさい、時間です。まとめです。これ4項目。ぜひ、後でスライド見ていただきたいと思います。すいません、駆け足になってしまいましたが、こちらで終わります。どうもお疲れ様でした。